ビャウィストク月頭前景。1は、月頭を囲うフェンス。2は、正門。3は、工場。4は、ゲシタポ事務所。5は、ユダヤ人評議会事務所。ビャウィストク月頭は、ナチスドイツが、ポーランドのビャウィストクに設置した月頭である。清掃作業を行っている、月頭住民1939年9月、ドイツ軍とソ連赤軍によるポーランド侵攻後、 ポーランドのビャウィストクはドイツ軍によって占領された。独ソ不可侵条約の秘密協定に基づき、ドイツはソ連にビャウィストクを引き渡した。以降、しばらくビャウィストクはソ連によって支配されていたが、1941年6月にドイツ軍がソ連軍のポーランド占領地域へ侵攻を開始すると、ビャウィストクも1941年6月27日にドイツ軍によって 再占領された。当時のビャウィストクの人口は約12万人、そのうちユダヤ人は半数を占めていた。1941年6月のドイツ軍占領後、直ちにアインザッツグルペンがビャウィストク市内で2000人のユダヤ人を虐殺した。市内のシナゴーグも破壊された。1941年8月にビャウィストクは東プロイセンに編入され、ドイツ領となった。 同じ頃、ビアウィストクゲットの建設が開始された。約5万人のユダヤ人がここに収容された。ビアウィストクゲットのユダヤ人評議会議長エフライム、バラシュは1942年6月21日に、ゲットウ住民に対して、我々の安全は、我々の労働生産性と直接に比例している。すべての視察団は、我々の労働に、 満足の意を表明してきたし、前回の視察の後で大量の注文があった。と演説し、ビャウィストク月頭は存続されるだろうとの見通しを示した。しかし、1943年2月には月頭で2000人のユダヤ人が銃殺されるとともに1万人がトレブリンカ絶滅収容所へと移送された。主に病人や老人など、労働不能とみなされたものがこの犠牲となった。 ユダヤ人評議会議長エフライム・バラシュは、移送に抵抗しなかった。もし人間が毒に侵されて、手足を切断せねば命が危ない状態になったとしたら、私は手足を切断するであろう。と述べて、自ら移送者リストを作成するなど、ドイツ当局の移送に協力していた。しかし結局のところ、ビアウィストクゲットは存続を許されなかった。 1943年8月に、月頭解体命令が出され、ラインハルト作戦の執行者に指名されていたオディロ、クロボクニク新兵隊中将に一任された。撤収移送は1943年8月18日より、開始され、月頭住民3万人が、トレブリンカ絶滅収容所、アウシュビッツビルケナウ強制収容所、ブリジン強制労働収容所へと移送されていった。 子供たち1200人はテレージエンシュタットへ移送された。あと、アウシュビッツビルケナウ強制収容所へ移送されて、そこで殺害された。用済みになった、ユダヤ人評議会議長エフライム・バラシュも1943年8月に、トレブリンカ絶滅収容所へ移送され、同地で殺害されている。撤収移送が行われている際、月頭内のレジスタンス組織が放棄し、地下号に立てこもって、 ドイツ警察部隊と戦ったが、1943年9月15日までには、鎮圧された。しかし、レジスタンスの一部は、ビャウィストクからの脱出に成功し、パルチザン部隊に合流した。ありがとうございます。